ペルシア文字あるいはペルシャ文字とはアラビア文字を元にしてペルシア語を表すために改良音が施された文字体系を言う32文字からなるアブジャドであるペルシア語はイラン、アフガニスタン、タジキスタンなどで話されるペルシア語はインドヨーロッパ語族に属するが7世紀にアラブに征服されてから次第にアラビア語の文字であるアラビア文字を元にした 文字体系でペルシア語を表記するようになった。特に、旧世紀のサーマーアサ下において、それは発達した。ペルシア語の音韻体系に合わせ、いくつか字母が追加され、また、アラビア語と発音や字型、用法が異なる文字もある。また、ペルシア文字の書体としては、ナスターリーク体が発達した。ペルシア語は、アナトリア半島では、セルジューク朝、以来、南アジアでは、 このため、ウルドゥー文字やオスマン語の文字は、ペルシア文字から発達した。現在のペルシア文字が採用される、以前のペルシア語の文字体系としては、アケメネス長期に使用された古代ペルシア設定文字、サーサン長期に使用されたパフラビー文字がある。アラビア文字での表記は9世紀頃からであると、一般には考えられている。ペルシア文字は32文字からなる。右から左に続けて書かれ。 前後とつなげるための結合型が発達している。7つの文字は後ろに続けることができず、これらの文字の当時型と終時型は独立型と同型である。文字の順序は大体アラビア文字と同じだが、との順序が逆になっている。アラビア文字のとの独立型は、それぞれとになっている。ペルシア語にあって、アラビア語にない音を表すため、以下の四つの文字が追加されている。 それぞれ BDZK を表す字を変形させたもので本来の字の次に配置される。ペルシア文字で追加された4文字がそれぞれいつ頃から使用されているかについてははっきりしたことは分かっていない。初期のペルシア語では、ワバブ、ワ、ジム、ワ、ワ、でそれぞれ書き表されていた。サファビーアサの文献においては書き表されていないことから追加された4文字の中では、が、 最も遅く考案されたと考えられている。アラビア語にある文字の読みは大体いいアラビア文字と同じ。音で発音するが、は W ではなく V の音を表す。また、アラビア語にあってペルシア語にない音を表す以下の字は別な音に変えられている。このため、S の音を表す字が3種類、Z が4種類ある。文字の名称は、アラビア語名とほぼ同じだが、R で終わる。文字名は、 それを A に変える。二重母音の愛は A になる。問題は、との文字名称が、どちらも平になってしまい、区別がつかないことだが、前者を平平子、後者を平ホッチーと呼んで区別する。ペルシア文字による、聖書法の特徴として、いくつかの説刀時の終わり、設備時の前、複合後の区切りにおいて、語中であるにもかかわらず末、あざ形を使うことがある。この末、 朝方の後にスペースを置いてはならない。例、私は欲しいユニコードでは、このためにゼロ幅非接合子を使用する。二つ名前のあるものは、前者がペルシア語名、後者がアラビア語からの借用である。アレフバーコラ、ゼイバー、ジア、ペス、ジャスムはそれぞれ、帽子付きアレフ、上、下、前、切断を意味する。ハムゼは主にアラビア語からの借用語で、 正門閉鎖を表すことがある。他に、母音で終わる5月の、または、の上について、エザーフェを表すこともあるが、省略されるのが普通である。母音記号が付けられることは、ほとんどないが、アラビア語から借用した副詞にある、発音される案は書かれる。アラビア文字のターマルブータは存在しない。借用語では、t と発音する場合はを、発音しない場合はを書く。 さーっと、時間、だガンマイーガンマイーふん頭の短い母音は、で表す。ご頭の長母音は、と表す。ご頭以外では、短い、ご松のは発音されないことが多い、は発音されないことがある。これは、歴史的な綴りが残存しているものである。数字は、左から右に書かれる。以下のように数字の4、5、6は、 アラビア語とは異なる字体を用いるのが一般的である。Windows のペルシャ語キーボード。AB ナワタ 2001, P 1, 2001, P 900, 2001、P901、ナワタ2001、P900、ナワタ2001、PP901 から902、ナワタ2001、P902。ありがとうございます。